国鉄 ED77 型電気機関車。ED77 型電気機関車。ED77 型電気機関車は、日本国有鉄道。国鉄は1967年、昭和42年より製造した、交流用電気機関車である。本校では1965年、昭和40年に製造された、試作機である ED93 型電気機関車についても扱う。 交流電気機関車の事実上の標準形式となった ED75 系の使用をもとに、軸重制限のある線具への入線とサイリス体操制御の実用化がなされたのが本形式である。車体は ED75 型を母体にしたものでデザインも踏襲されているが、中間に無動力台車を装備するために車体長が延長されたほか、 体幹大切構造を強化するために従来屋根上に設置されてた特攻機器を室内に配置した点。さらに運転室側窓は加工式などの相違点がある。なお、性能面では新機能を多数搭載したために本形式では試作車が製造された詳細は後日本形式製造前の1965年に試作車として 日立製作所で製造されたのが ED93-1 である。当初は仙山線での運用も考慮されたために、桜並機関区に配置され、仙山線東北本線で、性能試験の後に1966年1月から仙台桜並間で営業列車牽員での試験が行われた。試作機 ED93 型と、 本形式量産車との最大の相違点は、量産車では、重連総滑制御が導入されたために正面に貫通扉を装備するのに対して、ED93 型では、e、EF70 系二次型や、ED76 系基本番台に類じる2枚窓の、非貫通構造を採用した点である。なお、以下で、ED93 型で試作、検討、試験された、 新機能について解説を行う。1960年代半ばにおける交流電化は、幹線のみだけではなく、アカン線並びに、ローカル線にまで進展しつつあった。しかし、軌道の脆弱な線区へは、交流電気機関車の標準機とも言われた ED5 型では、軸重制限の点から入線が不可能なケースも発生しつつあった。そのため、ED93 型では、 以下の対策を行った。この機能は、列車暖房用の蒸気発生装置、SG を搭載するため車体長を延長と、重量増への対処から、同じく中間無動力台車を装備していた ED76 型でも1967年製造の ED769 以降、また、大本線用試作機となる ED94 型にも採用された。 交流機関車の速度制御は、変圧器による電圧制御を用いて、モーターの出力を調整することで行われる。抵抗器を用いる直流電気機関車と異なり、位相制御を用いた連続電圧制御により、トルの急変が起きにくく空転を起こしてもすぐに収束するため、加速性能や粘着性能で優位に立つ。e d 型では、主軸増幅と、 低圧タップ切り回帰の組み合わせが採用されたが、大電力制御用シリコン整流器、サイレス体操制御を用いた場合の利点は、直増幅機とタップ切り回帰がシコン制流機に内包されるため、機器減少並びに小型化による軽量化と完全無接点無電化化による故障防止などが挙げられ、特に視線供用や国幹地用車両にはこれらのメリットがより生ませるため、 次世代系の制御方式として、国鉄を中心に研究が進められていた。しかし、当時の交流電気機関車のでは、この制御方式が未完成であったために、ED93 型で初搭載し、試験を繰り返し行い、北海道用に特に全サイリスタ制御で製造された ED75501 の運用試験結果を踏まえ、誘導障害対策は施した上で、 本形式量産機に採用された。1967年製造、試作機 ED93-1 の試験結果を踏まえて製造された量産機。なお、12はおめしる試写経員指定機、10はその予備機である。1970年製造の造備車。元、試作機 ED93-1。1968年3月30日に、 郡山工場、現、郡山総合車両センターで、量産化改造を施行し、改版を行った。改造後は量産車と共通に使用されたが、1986年に、除石、廃車となり区分消滅した。その後長らく、塩釜線の塩釜不当駅に留置されていたが、塩釜線廃止後の再開発によって、線路と共に鉄された。本形式は、 ED75 系の許容軸重を下回る、東北地方の縦断線での運用が計画され、万越再線、郡山北方間電化時に投入された。全車とも、福島機関区、現、福島総合運輸区に配置され、合津若松運転区、現、合津若松運輸区に常駐して運用された。仙山線や田沢湖線での投入が当初検討されて、 いたが、前者は運用上を覆う本線との共通運用を行うメリットから、改正ブレーキを持つ ED78 型が投入され、軌道強化後は ED75 型も入線、後車は実際に連化されたのが、貨物列車の全廃後のため専属機を配備するメリットがなく、臨時列車などの原因には当初は手重型が、軌道強化後は ED75 型が投入され、 その後、新在直通運転のため、改め期された。1987年の国鉄分割民営化の際には、9から15の7両が東日本旅客鉄道 JR 東日本に承継された。万越再線の軌道強化によって ED75 型が走行可能となったことで1993年までに運用を終了し車廃車、廃形式となった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。